海一条氏は、海、源氏武田氏の一族。平安時代後期には、海、源氏の一族が、甲府盆地各地へ到着し、武田信義の次男、一条忠頼は、山梨郡一条号により、一条氏を称した。忠頼は、海、源氏の総領となるが、元略元年に、源頼朝の海源氏弾圧で暴殺され、一時は、断絶する。一条氏は、 よりの弾圧を免れた、武田信光の子、一条信長により再興される。信長は幕府に近似し、会では、武田八幡宮へ、大般若教を寄進している自責が知られる。信長の孫にあたる一条時信は、会主語となり、ただよりが館を構えた一条小山に、自主道場の一連寺が建立された。時信には九人の男子があり、 鎌梨川右岸の駒郡向川筋に入部した、時光の青木氏は、京来石市、柳沢市、折石、山寺市、横手市、日戸野市、山高市、白須市、横根市、牧原市らの向川衆を氏族として分出する。また、忠頼よりの次男、行忠は駒郡、駒あまり省によりまり市を称し、行忠の子、より安は、上城市の祖となる。戦国時代には、 武田信虎の旧男、一条信達によって名跡が継承され、後一門衆となる。戦国期の一条氏は本拠を上野に定め、甲府にも館を持った。信達は主に駿河方面の防備を担当していた。天正10年3月に、織田、徳川連合軍の甲州征伐が行われ、織田勢により、甲府が陥落する。3月10日には、 穴山信君に先導された徳川勢が市川に到達し、海の国史によれば、同日に上野城に牢城していた信達は、死息、死成とと共に市川において処刑されたという。これにより市城氏は滅亡する。ありがとうございます。